造船所では現場にも経営者にも様々な課題や理想がありますよね。例えばベテラン社員の退職による技術力の低下、炭鉱機化が進み今のやり方では仕事が間に合わない、若い社員が自慢できるような先進的で魅力ある造船所にしたいなど、皆さんが抱えるそんな課題や理想にメイツがお答えします。ソリューション with メイツ。偽装密度の高い区画の二次元設計では配管の干渉が多く起きています。また人による設計品質チェックには限界があり、不適合感が多く発生してしまいます。ある造船所では新設計船の建造時におよそ1200本の変更管が発生、変更管率は 7.7% にも上りました。工程の混乱と管の作り直しにより膨大な損失が発生してしまいました。これに対してメイツでは設計品質や現場での製作、取り付け可否を事前にチェックできるので、変更管率を 7.7% から 0.7% まで削減することができました。ソリューション with メイツ。今、造船業界ではベテランの退職により現時展開のスキルを持った人材が不足し、生産能力が低下しています。また人材の育成には時間がかかるほか、不慣れな作業者の投入で不具合発生の可能性も高くなります。しかし現時展開のノウハウが織り込まれたメイツは、作業者のスキルに依存することなく高品質な部品データの生成が可能となり、品質と生産性の向上を図ることができます。メイツを導入した結果、線刻部品の不具合が 10% 改善された事例もあります。また生産性においては一部品を作る時間を 20% 低減した例もあります。ソリューション with メイツ。時代の変革に合わせた造船所のデジタル化を望む経営者の方も多いのではないでしょうか。二次元の船舶図面は特殊で難解なため、若手が読み取れるようになるまで時間がかかります。それに比べメイツの 3D ビュアーは視覚的にとても分かりやすいため、 2D 図面を使わず 3D ビュアーのみで作業を行う工場もあります。事実、取り付け作業工数を 15% 削減した造船所もあります。また 3D での設計レビューを行うことで、建造前に不具合や改善点を簡単に見つけることができ、ある造船所では1000時間以上の後戻り作業を未然に防いだ実績もあります。ソリューション with メイツ。メイツは製造する船舶の種類や大きさに関わらず、多くの造船所やエンジニアリング会社で活用され、30年以上の豊富な実績を誇ります。さらに造船事業を深く理解したシステム開発部隊が導入から運用まで強力にサポートいたします。メイツの利用者様をご招待し、年に一度開催される技術交流会は最新の情報提供や利用者様同士のネットワーク構築に役立っています。私たち三菱造船は日々進化を続ける船舶 3D システムメイツによって、
造船所の抱える様々な課題をお客様と共に解決してまいります。